おすすめのプランクのやり方の動画が1万回超えたんですけど、ありがとうございます。ちょっとナレーションとかが暗すぎたんで、もう一回だけ解説しておきます。高評価率もめちゃくちゃ高くて、プランクよりもおすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。僕はアイアンマンというゴールドジムの雑誌を参考にして3年分以上読んでるんですけど、その中でサッカーにも活かせるフィジカルメニューを実際に自分で試して、これはええなっていうやつを紹介してます。プランクの姿勢が元になるんで、まずはプランクから解説していきます。まずは腕立て伏せの姿勢をとって、肩からまっすぐ真下に腕を下ろして、肘は90度に曲げます。そしてブレないように体は一直線を保ちます。プランクはサッカーではね、あまりに有名ですよね。体幹って言うと思うんですけど、体幹っていうのは胴部のことで、主にですけど、腹直筋や腹横筋、お腹の中の筋肉も鍛えることができます。まず、プランクができない人は、これを30秒から1分かける3セットぐらいできるように練習するのがいいと思います。めっちゃ有名なんですけど、間違ってやってる人も結構いるんで、NG 例を紹介します。体の軸を一直線にするのが大事なんで、お尻が上がるのは NG です。これめっちゃ多いんですけど、膝が下がったり腰が反るのも NG です。他の人に見てもらった方が分かりやすいんですけど、左右に傾くのも NG で、前後左右まっすぐにすることでより腹筋群に効いてくるのが分かると思います。疲れてくるとこれも意外と多いんですけど、腕は前後左右させずに上腕筋でしっかり地面を踏みつけて耐えます。僕も大学時代チーム練習終わってからみんなで体感する時間っていうのはあったんですけど、どうもやっぱプランクやったから当たりが強くなるっていうのは感じなくて、アイアンマンで紹介されてたこのクロールズっていうプランクの姿勢のまま前進していく種目の方が体幹を鍛えれる感じがものすごくあります。この時もできるだけ体の一直線を保ったまま前進して戻っていきます。2メートルぐらいでめちゃくちゃ肩や上腕三頭筋、二の腕のあたりにパンプ感を感じると思います。筋肉をできるだけ緊張させるのが大事なんで、急いで行って戻るっていうよりはしっかりフォームを維持するのがめちゃくちゃ大事です。もしくは重りを乗せることでプランクの負荷を上げることもできます。これもクロールズと同じで、できるだけ重い重りを乗せればいいっていうわけじゃなくて、プランクのこのまっすぐの姿勢を維持しながら、今どこが下がってきてるとか左右に傾いてきてるっていうのを感じながら修正していくのも非常に大事なんで、やっぱり強い部分に頼って弱い部分が動いてきたりするんで、それを周りの人に見てもらいながらやった方が効果が高いと思います。腕立て伏せでもここに重りを置いたりするんで、また見てみてください。プランクは主に体幹、胴部、腹筋群を鍛えられて、体の軸をまっすぐに修正できるのでおすすめです。ただ上のレベルで当たり負けしないような体作りって考えた時には、僕はクロールズの方がおすすめです。元海兵の人がプランクで8時間超えしたっていうギネス記録あるんですけど、裏を返すと8時間もできるような、まあ、トレーニングだっていう風にね、僕は思ってます。ただプランクが30秒もできないっていう人は、まずはプランクから始めてみてください。また他のおすすめのフィジカルメニューもご紹介していくので、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。